あった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 、ありました。予約しといた電気自動車。おお、さすが綺麗だな。軽自動車、軽自動車になるんだ。二人乗りなんですよね。じゃあちょっと乗ってみましょうか。こういうねステーションが横浜市内、まあ横浜の街中ですよね、に各所にあって、まあ、各所っていうほどでもないけど、まあ借りられるみたいです。どうやってやるんだ。アプリじゃないや、登録をしといて、じゃないと使えないみたいです。これか。よいしょっと乗りまして、スライドのレバーがあって調整をします。シートベルトが、シートベルトあるね。シートベルトがあって、免許証をかざす。じゃあやってみましょうか。予約から30分になる過ぎると解約になっちゃうらしい。あ、緑になってる。お、認識されましたって言われた。なんかこれ特例なんでしょうね。特例でこの車両が作られてると思うんで、横浜市内にしか走れませんということになってますね。走んないんだな。意外と走らないな。走るもんだと思ってた。あ、踏み込むと多少出るんだね、スピードは。で、ブレーキはこれサーボないんじゃないかな。ブレーキは多分ダイレクトっぽいですね。昔乗ってたあの MC1 みたいなもんですね。あの油圧がないやつだから、あの踏んだら踏んだ分だけの止まり方するから、結構ギュッと踏まないと止まらない感じ。でも MC1 で慣れてるしね。一応まあ男なんで、まあ慣れれば全然問題ないと思うけど、女の人だとちょっと怖いかも。おっしゃ、フル加速。ほんで60キロぐらい。まあ全然問題ないですね。よく走るかって言われるとそんなことはないんだけど、まあ実用十分というか、まあレンタカーだから、
自分の車じゃないからね、あんまりいきなり走ってもね、みんな戸惑っちゃうだけだと思うんで、これぐらいがちょうどいい塩梅だと思います。車線ちょっと振動が大きいけど、まあ普通に乗れますね、何の問題もない。ちょっと振動多いよな、まあ、車体がちっちゃいからしょうがないよね。一応話によると、最大航続距離は100キロぐらい、まあ、でも安全を見てまあ80キロぐらいがいいっぽいですね。車両接近警告音、あー聞こえるかな。今電気自動車が近くにいますよっていう音、これないと電気自動車だと分かんないもんね。せっかくなんで横浜っぽいとこを走ってみましょう。これ日産がやってるんですけど、まあ電気自動車のアピールなのか環境への配慮なのか、これからの方向性なのか、どういう意味合いでこれを横浜の街中に置いてるのかちょっと分かんないんですけど、まあもちろん格安っていうわけでもないですし、まあ初回だとちょっと安いですけど、レンタカーとしてはあまり機能できるものではないので、窓もないですし2人乗りですし、なので便利な乗り物として街中を走るっていうことは多分ないと思いますけど、まあ、ちょっと変わったものを、乗ってみたいなと思う方がいらっしゃれば乗ってみるのもいいんじゃないかなと思ったりします。以上で、よいしょ。ちょいモビ乗ってみました。